加藤匠と申します。上海江崎グリコという会社で、上海の印象ですけれども、私は大学を卒業してから25年ぐらいですね、神戸に住んでたんですけども、その神戸と、雰囲気が非常に似てると思います。でやっぱり古い港町っていう共通性があってですね、非常に洗練されている感じですね。ただ日本との大きな違いっていうのは、まあ、神戸との違いでもあるんですけども、やっぱりデジタルの、文化産業がものすごい中国では発展してますので、とても便利です。でスマホ1本あるといろんなことができますし、いろんな生活ができます。いろんな展覧会があって、まあ、その数っていうのがものすごいいっぱいあって、いろいろ行くとこがあって、楽しいですし、かつそれが非常に安い、たまには無料のところも多いんですけども、そういうところに行っては、いろいろ楽しんでおります。またここにあるベランダからその、川を見る風景がとても良くてですね、景色もいいですし、本当に天気がいい日に来ると、いい散歩ができます。新天地の やつですよね。私はちょっと行ったことまだないんです。で実はあの辺に行くといつも人がいっぱい並んでるので気になってたんで、そこにそういうのがあるって分かってました。今度そのうち、行こうと思ってます。そうですね、読書が趣味なんですけれども、上海にはものすごく、なんて言うんでしょう、量だけじゃなくて、その見た目が綺麗な本屋さんっていうのがたくさんあります。で、本を買うというよりも、その本屋さん自体を見に行く。それ、その本屋さんの綺麗な建物ですとか、装飾ですね。そういうものが、まずレストランに行くと、まあそういうスローガンがどこにもあるっていうのが徹底されてるのがすごいなとまず思いました。それは非常にいいことだと思います。政府、中国の政府が言って指導するっていうことは非常にいいことだと思います。まあ、あと個人的にやってる話なんですけども、例えばご飯とか今まですごいこう大盛りだったんですけども、それをまあそんなに食べないんで、僕が食べられる程度でこのぐらい半分にしてくださいで、上海大好きです。ウーフーシーザンヘイ。